おはぴよー、どうもひなぴよーと、はい、どうもどりです。はい、じゃあ続き、なんだっけ、賢きの神やりましょうか。いえ、選択肢ね、なんか人狼ゲーム始める前に、うん、ルール確認しようみたいな感じで話しかけるんでしょ。そういうことでしたね。ですね、うん、じゃあちょっと最初マーガレットちゃんから話しかけようか。はいはい、全員に話しかけられるのかな、うん、まったく、勉強も教えなきゃいけないのに、新しいゲームのルールまで。脳がパンクしちゃったりして。ちょっと、しないわよね。多分わからないことがあったら私に聞くのよ。私は考えることが好きだから、きっと力になれるわ。うん、マーガレットちゃんが味方だったらすごく頼もしいよ。私もフーヤ君がいると頼もしいわ。あら、よし、うん、みんなに話を聞いてみよう。お、聞けるんだ。じゃあ、せいやさん、ルール難しいな。お、結構喋る。お、喋る。スズグモは覚えることが本当に苦手なんだな。部長は分かりましたか。ルールは問題ないが、喋ることがあまり得意じゃない。そうだよね。てか、オッドアイだね。うん、綺麗。なるほどな。綺麗だね、うん、しかもなんか傷ついてる、うん、ね。最低限の出せる声で、低い出せる低い声で喋るわ、この人。ルローニケンシンみたい、うん、よし、みんなに話を聞いてみよう。じゃあスミエ、ふーちゃんは万年追試なんとかなればいいのにね。それ言わないでくださいよ。ま、私も万年追試組なんですけどさ。サシャなんですけどさ、だってスミエ先輩、ルール分かりました？んー、あはは、多分なんとかなるって勘だよ、勘。それ使えるのスミエ先輩だけですよ。夜に一人食われるんだよ。これ案外ヒントになるんじゃない？例えばショウちゃんが狼だったら、最初にアリスちゃん食べちゃってたりして、こういうのをヒントにできそうじゃない？被害者を拾っていたお前が犯人だってね。そんな単純にいきますか？無理だと思う。ですよね。よし、みんなに話を聞いてみよう。いい性格。いいね。次のページへ。じゃあ、強し。初めてやるゲームだし、あんまり気負いしないでいこうぜ。自分の正体を隠すって意味では、お前は苦手そうかもな。顔に出ちゃいそう。はは、動揺してんのが想像できるよ。でも狼を見つけるって考えたら、お前は得意そうだけどな。そうかな。案外一番いつも通りを装ってるやつが狼だったりするんじゃないか。慣れないゲームで動揺しないやつなんかいないだろう。いつも通り。よし、みんなに話を聞いてみよう。次のページへ。アリス、はい、もう人狼よくわかんない。僕もだよ。ちょ、フーちゃん先輩と同じにしないでほしいかも。どういう意味？でもゲームだし気楽にやろうっと。フーちゃん先輩、アリスが可愛いからって食べちゃダメですよ。食べないよ。あ、食べるならマーガレット先輩からか。食べないよ。よし、みんなに話を聞いてみよう。よし、じゃあショー、頭悪いんだから、めんどくさい発言だけはしないでよね。直球だね。じゃないと伝わらないでしょ。ま、冷静にしてればわかるんじゃない？狼なんかさ、単純なやつしかいないような部活だし。かわいい。狼になったら動揺しそうなやつばっかじゃん。あ、スズグモコボ。スズグモモか。あー、言いづら。一応さ、あれ、スズグモくんの方が先輩なんだよね。だよね。ね、まあ、うん、これが1年生ってことだよね。オッケーオッケー。舐められてんのかね。舐められてる。翔くん、後輩だよね。同じこと言ってる。うん、1年だけど。僕、2年だよね。知ってるけど。だよね。いいね。いいよ。いいね。あ、これで終わったかな。うん、よし、会話しない。しない。まあ、何がともあれ、一回遊んでみるのが一番だよね。そしてね、こういう手探りの時って、義経先輩の感怖いんだよな。なれないな。わかるな。
任せなさい。狼一発で当てちゃうからさ。よくわかんないから村人がいいかも。単細胞が占い師なんて大事な、あ、大事な、うんうん、大事な役にならないといいけどね。あんたってほんと一言多いんだけど。別に誰とは言ってないよ。ほらほら、おめえらほっといたらすぐそうなんだから。中田くんが父親みたいだね。父親の子だよ。素の笑いだった。素の笑いだった。高校生なのにもう父親なのね。兄貴分とかその辺にしといてくれよな。子分だよねこれね、うん、メガネが兄貴とか勘弁してほしいんですけど。合わせなかった。せーの、メガネが兄貴とか勘弁してほしいんですけど。き、傷つこう。あ。仲良きことは美しくからだね。そろそろ。お、そうだそうだ、じゃあゲームスタートしよう。あー緊張するな。マーガレットちゃん助けてよ。な、ふ、フーヤ君が村人だったらいくらでも手助けしてあげるわよ。村人でありますように。ゲームを始めるにはこのカードを配るんだよ。じゃあみんな1枚ずつね。あ。あじゃし。アリスも村人がいいの。な。積もってんじゃん。せいや先輩積もるんだよな。ああ。何が来ても勝つ自信はあるけど。楽しみね、ふうやくん。うん、はい、ふうちゃん最後。ありがとうございます。あ、僕は村人なんだ、よかった。これ推理していくんじゃなくても最初から分かってんのかな。多分このふうやくん視点なんじゃない。あー、そういうことかね、うんうん、あ、あれ、カードがみんなに配られてからなんだか光って。は、あ、おや、え、どういうこと。いや、じゃあ、なになになに、誰、ちょ、ごめん、お、おと、音下げていい。ふやくん、ふやくん。誰、あ、あ、マガレットちゃん、マガレットちゃんだと。ふやくん、マガレットちゃん、ここは、よかった、ふやくんが目を覚まして。何もわからないの。私が目覚めた時はみんな気絶してて、見たところボードゲーム部の部室なんだけれど。部室だよね。ただここは私たちの知ってる部室じゃないみたい。試しにその扉を開けてみて。あ、あ、開かない。へー、閉じ込められた。え、扉だけじゃない、窓も戸棚も引き出しも全て固められたように動かないの。あと窓の外も見て。あ、ん、グラウンドはいつも運動部の練習や下校途中の生徒で賑やかなはずなのに誰もいない。あら、おかしいわ。この時間にこの学校がこんなに静まり返ることはない。いつもと同じ部室だけど、部室だけど、部室だけど、ここは全く違う場所なのかもしれない。まさかそんなこと。だってさっきまで普通の物質だったよ。どうしてこんなことに。もう突然の SF 感。リアル人狼ゲームなのかな。ね、ああいいね、楽しい。わ。実際にやったら怖いけど、うん、ねえ、中田がいないんだけど。中田、ああ、ああ中田くんがいないって。でも扉も何も開かないよ。もう何なのここ意味わかんない。中田のいたずら。ああもううるさいな。もしかしたらどこか鍵がかかってない。鍵がかかってない場所がある、んじゃないかしら。探してみましょう。オッケー。みんな、すみえ先輩、あのさ準備室につながる扉だけ開いてるんだけど、うん、理科準備室への扉だけ開いてる。中は真っ暗ね。電気はつかないのかしら。怖い怖い。中田くん、
だ、もういっぱい喋ってたもん、うん、死ぬと思ったよまだ死んでるか分かんないけどさこっちに電気のスイッチがあるよ。怖い。部長さん、どうし、マーガレットちゃん、いや、で、出て行っちゃった。一体何中田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 ひなぴよのあの喋り方が嫌いかも聞けないのか中田あとは任せたいよな、ゴーくん、ゴーくんか、つよしじゃねえんかいもうたけし、あれ、うん、まあいいや、全部違った、うん、ゴーくんだよね。なんだこれ、なんでこんなことになってるの。それにこの部屋以外に出られないなんて、何これ。ああ、もしかしてゲームのセット。ふーちゃん先輩、いいリアクション。何これ、リアル。みんなビビりすぎ。これは所詮作り物でしょ。え、アリスも一瞬驚いたけど、こんなのが本当なわけないじゃん。どういうこと。あ、でもマーガレット様の方が真に受けてるか。早くセットだって教えてあげなくちゃね。ちょっと待てよ、セットって。まあセットはどうかは知らないけどさ、これはゲームだよ。こいつと同意見なのがなんかやだけど、アリスもそう思う。これってオオカミを見つけるゲームなんでしょ。メガネもさ、どうせオオカミさえ見つけちゃえばひょっこり出てくるって。ここは俺たちの始めた人狼ゲームのいわゆるフィールドってやつみたいだよ。え、占い師カミングアウト、占い師は俺一人だけ、村人が分かってる。この力は現実的にありえないし、原理は謎だけど、ここはゲームの空間みたい。おー、ちょっとショー落ち着きすぎだよ、うん、だって中田くん最も動かないし、ちょっともっともちっとも動かないし、これって、うん、死んでるんだよ。冷静。狼に食い殺されたってことだろうね。できたセットだし、血のりなんかつけちゃってさ、メガネもちょっと演技上手すぎよね。え、演技？じゃあ中田くんは実際に死んでいるわけじゃ。ま、ゲームが終わればわかるんじゃない。ほんと不思議なゲーム。こんな面白い体験なかなかできない。スズグモもさ、今楽しんでおかないと後で後悔するよ。ショーはゲームだと確信を持っているみたいだ、うん、キサラギさんも納得してるみたい。でも僕はちょっとここには居づらいな、うん、あのさ準備室から出ない。三世もあっちに行っちゃったし、ちょっとここで話し続けるのきついかなって。すみませんすいません気づけなくて。理科室に戻りましょう。ああすみえ先輩もあんまり割り切れてないみたいだ。部長もいつも以上に静か。ショーとキサラギさんはすごく落ち着いてるな、うん、もうこの辺推理始めてんのね。マーガレットちゃん泣いてるの。どうしてみんな落ち着いてるのよ。中田くんが、それに救急車を呼ぼうとしたのに携帯電話が繋がらなくて。マーガレット様、これはセットじゃん。え、なんかショーのバカが言うにはここはゲームの世界なんだって。バカは余計。なぜこんな状況なのか、どうして外に出られないのか、
わかんないことは多いけど、紛れもなくここはゲームの世界だよ。ま、ゲームオタクだし、ゲームの世界に入れてちょっとテンション上がってるんでしょ。悪い。どういう原理なのか、このゲームが終わったら調べなきゃ。なるほど、ゲーオタの血が騒いでる。どうしてゲームだと確信が持てるの？中田くん、中田くんじゃね。中田くん、起きてこないじゃない。いわゆる食い殺された状態でしょ。さっきもしたけど、占い師カミングアウトです。俺今占い師の力を持っている状態で、これが現実だとは思えないんです。ほんと不思議で仕方ないけど、ここはゲーム空間みたいなものかと。不愉快なゲームね。え、役職さ、村人、占い師、人狼しかいないのぽいね。あ、マジ？カリウドとかいないんだ。いないと占い師すぐ死ぬけど大丈夫？ああ。ね。ゲームでも中田くんのあんな姿見たくなかったわ。私も同意見だよ。部員のみんなのこんな姿見たくない。これはゲームなんかじゃないわ。許せない。早くえ、早く誰かお、え早く誰が狼か話し合って見つけ出しましょう。うん。ああ、そうだな。あなた犯人ですか？もう暗い暗い。聖夜様暗い。もっといつもみたいにキリッとしててくださいよ。狼見つけたら終わるんでしょ、このゲーム。すっごくリアルなセットだし、演出だし、アリスはちょっと面白いかも。お前は王、順応性高すぎ。順応性高すぎ。マーガレットちゃん落ち込んでるみたい。マーガレットちゃん。フーヤ君。ねえ、これは夢よね。怖がってる私がおかしいのかしら。中田君があんなことになっているのに。おう。おう。意外。いやこれ、いやどっちなんだろうね、大丈夫。これセーブできたらいいんだけどね、セーブできないんだよね。元気出してっていうのは無理かもしれないけど、ショウも如月さんもゲームだって言ってるし、僕もこんなのが現実だったら嫌だよ。早く狼を見つけて終わろう。ふうやくん、ありがとう。そうね、少し落ち着くわ。確かに私たちはゲームを始めてから気づいたらここにいた。これはゲームだと考えるべきよね。うん、頑張ろう。で、カミングアウトしたからさ、占いの結果なんだけど。なあ、言うの忘れてたでしょ、ダダ。なあ、言うの忘れてたでしょ。はあ、うざ。みんなの反応見てたんだ、見てたんだよ。それにしても、あんまり意味ない結果になっちゃったかな。マーガレット先輩は村人だよ。マーガレットちゃん、村人なの？よかった。まあ確かに、一番怖がってたしね。翔ちゃんは占い一回無駄にしちゃったって感じかな。すみません。かわいい。かわいい。やけに素直。うるさい、うざい。なんなのよ、もう。お前らを見てると少し落ち着くよ。聖夜様。占い無駄にしたってどういうこと？鈴雲ってほんと。なんだよ。マーガレット先輩は中田を見て怖がってる。狼が自分でやったのにそこまで素直な反応できると思う？ま、先輩がこのゲームに慣れてるとかならありえなくもないけど。タンが。誰もこのゲームのルール知らなかったみたいだからね。うん、なるほど。逆に言うと、あっさりゲームだと信じた如月なんかはかなり怪しいよね。はあ？でもそれ言ったら翔ちゃんもじゃない？占い師だからって一番にゴーちゃんを見たのは翔ちゃんだったのに。マーガレット先輩を占うときにゲームだと分かっていましたから。さすがに中田が血まで流しているのには驚きました。で、
なんでアリスが怪しいのよ。だから言ったじゃん。順応。順応しすぎなんだよね。村人はどういう感覚なのかわからないけどさ、目を覚ましたら中田が倒れてる。第一声がゲームのセットのあんたが怪しくないわけない、うん、怪しくないわけないじゃん、うん、思った、うん、それにゲームだよってかぶせてきたのはそっちじゃん。そもそもあんた本当に占い師なわけ。当たり前でしょ。村人で偽占い師やるメリットがあるなら教えてほしいね。中田くんが占い師だったワンチャンあるよ、ね、ああ。ふん、一言多くて場を乱すのがあんたの得意技でしょ。ああそう、じゃあ俺を処刑すれば。占い師を処刑なんて無駄にも程があるけどね。まあそれはそうだ、うん、占い師カミングアウトは他にないし、俺を処刑させようとするなんて狼なんだろうね。嫌なやつ。まあ状況はこんなだけど、あの二人見てるといつも通りでなんだか落ち着いてきちゃうね。いつもの部活中みたい。副部長さん、翔ちゃんも一緒にまたこのゲームやるため、あ、ゴーちゃんだったこれ、うん、ゴーちゃんも一緒にまたこのゲームやるためにさ、今回はバッチリ狼当てて勉強しよう。はい、すみえ先輩。無気力すぎる。はあ、ほんとあいつが占い師だなんて。あ、危ねえ。むせるかと思った。このゲーム狼にいいようにされて終わりじゃない。狼がなんか言ってるね。あー、もうムカつく。そうね、このゲームを早く終わらせる。でも中田くんがもし目を覚まさないなんてことは。あ、そんなことないよね。きっとこれはゲームだよ。ともかく今日の処刑を決めなきゃいけないんだけど。夕方になったら一人処刑だったよね。うん、村人テップ。うん、村人へのチャンスは今日の処刑と明日の処刑だけ。そうか、7人だからか。違う、6人になったからか。じゃあ間違えられない。うん、今日の処刑はキサラギがベストだと思う。ベストって、アリスはあんたに入れるし。あのさ、占い師に投票なんて無意味なんだけど。あんたが狼だからありがたいんだろうけどね。だからアリスは狼じゃない。はいはい、正直マーガレット先輩が狼じゃないだけで十分なんだよね。この部の頭脳だし。うん、確かに。ってことはあとはフーちゃんとセイちゃんとアリスちゃんと私の中に狼がいるってことだね。確率だけで考えればあまり難しいとは思えないけれど。騙すのが上手いやつがいる。かもしれない。ダメだ。笑っちゃうわ。せっかくのイケメンが、うん、今夜食われるのは間違いなく俺。今日の処刑はキサラギでいい。あ、やっぱりそうだよね、カリオいないんだね、うん、どうして、あ、じゃあちゃあ、どうしてキサラギさんなの。中田を見た時の反応が落ち着きすぎ、動揺しないことをだ、あ、隠そうと、え、隠そうとセットだなんて。え、セットだなんだって騒いでるように見えるよ。それに頭は回るけど、あいつ真面目に考えるつもりないみたいだから、もし村人でも邪魔でしょ。邪魔？そういうところ。アリスもあんた邪魔だと思ってたの。奇遇ね、奇遇。確かに翔ちゃんの言うことわからなくもないよ。アリスちゃんは占ってないし、カミングアウトもないんだよね。何にもないですよ、だってアリスは村人だもん。そうね、私もキサラギさんの言動は少し気になるわ。みんな考え始めてる。うん、翔とキサラギさんはこれをゲームだと思い込んでる。僕は中田くんを見てそうは思えない。うん、そうだ、中田くん。中田くんは血を流していた。それなら狼は何か凶器を利用したってことかもしれない。フーヤくん。ねえマーガレットちゃん、この教室に凶器になりそうなものってあったかな。凶器？あ、なるほど、
さすが風也くんね。狼が狂気を用いたと考えれば狼を見つけやすくなるかも。でもでもこの教室は理科準備室につながる扉以外全ての戸棚も引き出しも開かないの。引き出しも開かないんだ、うん、あ、そういえばやっぱり開かないね。だからこの教室にあるものを利用するのは私たちには不可能よ。でも理科準備室の戸棚は開くかもしれないよ。残念ながら理科準備室もこっちの教室と同じだよ。ショウ、調べてたの？当たり前でしょ。何ができるか何ができないかそれは知っておかないとね。そっか、相変わらずショウは落ち着いてるね。うん、狼を見つけるヒントになると思ったんだけどな。いや、鈴雲にしてはいいところに目をつけたんじゃない？褒められた。たった一人だけまだ確認しない人がいる。お、人？あ、うん、せいやさん、部長さん。あ、部長さんね。あ、いつも持ってるあの武器。あ、え、そういうこと。でももし武器を使ったとして血の汚れとかそのままにしておくかな。蛇口をひねっても水は出ないし、この教室にも理科準備室も血を拭えるような布はなかった。狂気を隠すことはほぼ不可能な状態だよ。だからこそ見つけやすくもある。部長さんの荷物には誰も触れられないものね。そういうことです、部長。その荷物見せてもらっていいですか？はあ？何こんな時に。分かんなくておかしくなっちゃった？逆だよバカ。部長、俺は疑ってるんです。俺は狼じゃない。なんでまたせいちゃん？中田が血を流して死んでいる。凶器が用いられたと考えます。部長はいつもぼっ部長はいつも武器を持ち歩いてますよね。状態を見せてもらえますか？血の跡が残っていないかとか。せいや先輩って言ってる。せいや様じゃないの？ああ、せいや先輩はそんなことしないし。あんたには聞いてない。ねえ翔ちゃん、せいちゃんは小学生の頃から武器を集め出したけど一度も人を傷つけるために使ってないんだよ。あの頃子供の誘拐や失踪事件が多くて身を守るために持ち始めたものだから。そうだったんだ。翔ちゃんを、あ、ちょ、ゴーちゃんゴーちゃんを傷つけるために持ってるわけじゃないよ。すみえ、義経先輩まで占っていないと、占っていない人を信じきるのは危険です、うん、潔白を証明したいならその背にある武器を見せてくれればいいんです。分かった。部長がね、にかな、にをほどいていく。うわあ、大きな刀。他にもいろいろあるね。でもどれも新品同様だわ。いっぱい入れてんだ。うんうん、確かに汚れ一つ見当たらない。この刀は鞘から出したことすらほとんどない。これでいいか。何だっけ、高梨せいちゃんが人を傷つけていないって信じてもらえる？はい。そもそも狼は武器を用いる必要がないかもしれない。え？ここはゲーム空間だから夜の間に自分で凶器を用意してなんて、そんなアナログなことが。そっか、ショウはここをゲーム空間だと考えてるんだよね。僕はまだ確信が持てない。狼だもんね。牙でガブってね。牙ですか？アリスありますよ、刃だし。アリスちゃんお揃いだね。どうしてあんなに落ち着いているのかしら。マーガレットちゃん辛そうだな。早く狼を見つけ出してゲームを終わらせないと。部長があの武器を使って中田くんを傷つけたのかな。うん、聖夜先輩は
おお、ここで選択肢ですが、いい時間です。ね、いい時間ですね。ということで、また次回に続きましょうね。面白いね。ね、すごいなんか緊張感あるよ。中田くん。中田くん。もうダメだ。じゃあまた次回も見てね。はい。バイバイ。バイバイ。